寂しかったんですか。はい、やっぱりそうですか。おはよう。ぼんちゃん、おはよう。はい、おはよう。ぼんちゃん。はい、ジャンクもおはよう。はい。はい、おはよう。今日はお昼から出かけます。まめママさんは、昼過ぎ3時とかかなと思うんですが、フォークソング同好会の発表会がございます。ということで、クロケンパパはカメラも、一応なんか勝手に撮ってるだけなんだけど、担当と思ってやっているので、やってます。あれ？去年っていうか春にやったやつって俺アップしたんだっけ？もう忘れちゃった。何やかんややっております。演奏もします。さて、もう11時になるので、クロケンパパは出かける準備です。まだご飯食べてないので、今ママが作ってくれていますが、さっと食べてパッと出ます。そしてまずは搬入ですね。搬入やって、設営、テーブルとか椅子をセットするのをみんな自分たちでやるので結構重労働ですよ。それから写真の機材を、セッティングして、その後リハーサルをやっているところを、リハーサル今回撮らなくていいかな。あれがないんですよ。カメラのバッテリーがね、だいぶ弱ってきたのね。なので、そうね、ちょっと考えましょう。バッテリーチャージャーも持っていかなきゃいけないね。はい。頑張ります。頑張ります。ポンちゃん、ただいま帰りました。後ろではジャン君が騒いでおります。なんで帰ってこなかったんだよ、なんでだよって言っているのは君ですね。はいはい、ジャン君。ジャン君、長いこと待たしたね。すまないね。乗る？いいよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。寂しかったんですか。はい、やっぱりそうですか。ジャン君。怒ってんの。怒ってんじゃないのかい。よいしょ。明日は出かけないからね。家にいるからね。はい、ありました。よいしょ。もう眠いんですよ、実は。1時ちょっと過ぎたとこね。あ、失敗、毛がいっぱい取れた。